I miss your face. It's been a long time now. Just go ahead and get on that night train and move around. Been gone for a while now. Set free from your shackles and your chains. One down, one to go. こんにちは、きょうチャンネルです。今日は優秀ムーブアクティブランノーカラージャケットを紹介します。はい、ということでね、今回はこちらのですねムーブアクティブランノーカラージャケットをご紹介していきたいと思います。こちらのジャケットはですね、以前からね僕他のアイテムの紹介の時に着用して紹介動画作ったりしてたんですけども、その時にですね割とたくさんの方からコメントいただきまして、着用しているジャケットを教えてくださいであったり、まあ、この紹介動画を作ってくださいというコメントをいただいてましたので、今回はねこちらの動画でご紹介していきますので、ぜひね最後までご視聴していただけたらと思います。はい、まずはねこちら商品タグと商品番号になります。こちらもねファインドアウトの商品なので、まぁ、ちょっとねスポーツ寄りに近いアイテムになってます。で、価格の方は税込み1500円と、こちらもね結構性能あるんでコスパ抜群のアイテムになります。でも素材の方はこちらも見るからに、シャカシャカしたねナイロン素材になります。ナイロンが 90% でポリエステルが 10% の素材になってます。で、さらにねやっぱりこのワークマンによくある撥水加工も搭載されています。まあ、最近ねこういうあの超軽量素材っていうのがやっぱりリペアテックのねものであったりも多いんですけど、これもね超軽量素材になってます。もういつもだとね結構あのポケットがついてたりとかするんですけど、まあ、これはね超軽量素材っていうところで、まあ、形やデザインも本当にシンプルで、まあ、春夏のね羽織物としても活躍してくれるようなアイテムになります。やっぱりね一番の魅力はこの軽い着心地っていうところなので、まあ、これ L サイズでね約 100g、まあ、かなりね軽量なアイテムになります。素材感はね本当に見た目このウィンドブレーカーな形なんですけども、まあ、ジャケットっていうよりはね本当に襟のないねカーディガンっていうような扱いでも使えるっていうところがまたねこのアイテムのおすすめのポイントになります。で、質感もですねちょっとこうナイロン素材なんですけど、やっぱこうテカリがないようなナイロン素材なので、まあ、これによりねやっぱりこうカジュアルシーンでも違和感なく着用できると思います。ですので本当にねライトアウターとして、まあ、ジャケットと、まあ、カーディガンの間のような雰囲気で使いやすいアイテムになります。やっぱりねナイロン素材というところで、まあ、耐久防風撥水性に優れてますので、まあ、本当にね街でのアクティブシーントレーニングシーンでもお使いいただけるようなアイテムです。かなりねもう薄手になります。なので、まあったかい時期に、ね、使えるアウターっていうところで、本当にねこの軽さなら真夏のね日よけとしての羽織でも使っていただけますし、まあ、冷房でねちょっとこう冷えるなっていう時に上からね羽織ったり、まあ、膝掛けで使ったりとかっていう形でもね使えるようなアイテムなので、いろいろねこれからも使えてかなりね重宝してくれるアイテムだと思います。やっぱり軽量素材で、まあ、コンパクトになるっていうところもかなりねおすすめなので、本当ねこうざっくり畳んだだけでもこんな感じでかなり小さくまとめれますし、でさらに、まあ、これもねいつものようにパッカブル仕様になってまして、まあ、左のねここにファスナーポケットがついてるんですけども、このポケットの中にどんどんね入れ込んでいってあげると、またねこれもパッカブルになりまして、こういった形で収納することが可能です。で、ファスナーもついてるのでこれで閉じることもできるので、こういった形でまた持ち運びもねかなり便利ですよね。ですので、まあ、こうやってねカバンに忍ばしておいて、まあ、雨が降った時にさっと羽織ったり、あと寒くなった時に日よけの時にさっと羽織ったりっていうところもお使いいただけるので、まあ、こういう素材のものをね一つ持っておくとかなりね便利だと思います。このね薄手のライトアウターっていうところで本当にありそうでなかったこの夏の羽織物としても活躍してくれるアイテムです。もうこちらね胸ポケットもないような本当シンプルデザインにはなるんですけども、これ一応ね肘の下にはこういうねちょっとこうスリットが入ってまして、ここに穴が開いてるんですよね。なので本当ねここからまた中の蒸れを逃がしてくれたり、そこまでね考えて作られています。で、両サイドにポケットが2つついてます。まあ、これも切り込みポケットなので本当にシンプルにお使いいただけますし、こういう裏ポケットが一応搭載されているので、軽いものなんかはねここに忍ばしておいてポケットとして使うことも可能です。ですので本当にデザイン自体はねかなりシンプルな作りなので、まあ、これによりね
カジュアルシーンでも幅をね、こう決めずに使えるっていうところがかなりおすすめできるポイントです。でシルエットもね、こうちょっとゆるっとしたシルエットで、僕はね、これサイズは LL サイズを購入してます。まあですのでね、こう着幅もありますので、まあ、シェフパンツとかね、これ今履いてるこのシェフパンツのちょっとゆったりしたシルエットなんかと合わせてもかなり相性がいいと思いますし、逆にね、もう割とタイトめのスッキリとしたスキニーのような形のパンツと合わせても両方ねこう相性がよくお使いいただけるので、まあ、こういったところもねこう使うシーンであったりシルエットっていうところも選ばないっていうのはかなりねカジュアルでもアクティブでも使えるアイテムになります。でカラーの方がですねブラック、チャコール、カーキ、ネイビーという4色展開になってます。ですのでまあこれ色味もねやっぱりこのカーキのこの色味もすごくおすすめですので結構これからのシーンにもね生えてくれるようなこう綺麗な薄手のカーキなのでまたねアウトドアシーンとかでもすごく、ね、着やすいかなと思います。ロゴはねないんですけど一応この裏側にですねこういうラインが1本入ってるんですよね。まあここはねもう本当に好みなんですけど、まあ、個人的にはねもう別になくてもよかったかなという印象です。はい、こちら 173cm、67kg でムーブアクティブランノーカラージャケットの LL サイズを着用してます。まあ、LL でこれぐらいのサイズ感になってますね。腕のね部分はこのゴム仕様になってるので、まあ、こういう形で袖をまくって、まあ、ここでもねホールドしてくれるような作りになってます。でポケットもねこう両サイドにそこまでねこう目立たないポケットがついてるので本当にねシンプルに着用することができます。でシルエットは少しね緩めなので、まあ、こういうねシェフパンツのちょっとゆったりとしたシルエットなんかと合わせてもすごく相性いいと思います。でもねこの夏場に使えるっていうところでこういうサンダルとね合わす時にも使いいただけるので、まあ、いろんなシーンでねちょっと寒い時とか雨降った時とかにこう上から羽織るっていう位置付けで使うのもおすすめです。で先ほどもねお伝えしてたんですけどこういうねもうスッキリとしたこうスキニーであったりこうスッキリとしたパンツとの相性もいいですよね。こういう風に少し上にボリュームを持たせて下でスッキリさせてあげるのもおすすめの着用の仕方です。まあ、どちらにしてもねこういう相性よく着れるっていうところと、まあ、こういうねシルエットが綺麗に使えるっていうのでかなりおすすめのアイテムです。でもこういうね半袖短パンのスタイルに上からね羽織ってあげるだけでもまたね少し印象も変わりますしちょっと肌寒い時ね上にだけ羽織りたいとかっていう時もあると思うのでこういった着方もおすすめです。はい、ということでねこちらでコーディネートも組んでますのでそちらの方もご覧ください。I miss your face, it's been a long time now. Just go ahead and get on that night train and move around. Been gone for a while now. Set free from your shackles and your chains. One down, one to go. What's left, you don't know.はい、ということで今回はこちらのムーブアクティブランノーカラージャケットを紹介させていただきました。こちら本当カラーレスで、まあ、無駄のない究極のシンプルデザインというところで幅を決めずに、ね、こう使えるようなアイテムになってますのでぜひ、ね、気になった方はまたチェックしていただけたらと思います。はい、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。Twitter、Instagram、そしてピッピーの方も載せてますのでぜひ、ね、そちらも気になった方はチェックしていただけたらと思います。それではまた次の動画で会いましょう。Baby, can't you see that? Do I better come to you?